はい、こんにちは。就実大学の森山と申します。授業としてはね、科学とか、機器分析という機械を使った分析の、授業を教えている、教員です。本来ならば皆さんがここに来てですね、皆さんと一緒に実験をしながら、説明をしたかったんですけども、まあ、こういう状況ですので、動画で、実験の紹介という形になります。まあ、ちょっと20分か30分ぐらいの動画になりますけども、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、今日ですけども、タイトルとしてはですね、薬に触れずにして薬を見分けるというそういうタイトルの、実験動画を作ってみようかと思います。で、薬剤師の、本来の業務というか仕事ですね、そういうところとちょっと考えながらなんですけども、皆さん薬剤師の仕事って、どういう仕事をイメージされますか？薬局でお薬もらうときに薬剤さんがどういう仕事をしてますかね。例えば、調剤棚、こういう調剤棚から薬を取り分けて、それを袋に詰める、粉を測って、一方買ってで袋にね一つずつ詰めるとか、あと液体の薬を測って、瓶に入れて渡すとか、いろんな仕事があると思いますけどね。そういう、薬剤師の仕事っていうのをちょっと皆さんと頭の中にイメージしてもらって。で、その薬剤師の仕事なんですけども、大きく分けると、対物業務というものと、対人業務というものに分かれます。で、対物業務というのは読んで字のごとくなんですけど、物に対するお仕事です。先ほど言ったような、処方箋を見てそれで、お薬を取り揃える、粉薬を測る、液体の薬を測る、そういうのを対物業務と。でそれに対して対人業務というのは、人に接するお仕事ですよね。患者さんにお薬の説明をする、あるいは、在宅医療現場といって患者さんのお宅にまで薬剤師がお伺いして、そこで患者さんに、お薬の飲み方とかお薬ちゃんと飲んでますかとかそういう説明をする、そういう対人業務の2つに分かれると思います。で、その対物業務と対人業務なんですけど、どちらも大事なんですけども、皆さんどちらが薬剤師として本当に本来あるべき姿かなというふうに思いますかね。皆さんのイメージの中ではその対物業務の方がいかにも薬剤師らしい仕事かもしれませんけども、今だんだんその調剤っていうのは機械化されてきて自動化されてきて、そういう対物業務っていうのはだんだんロボットに置き換わっているような状況があります。なので本来の薬剤師としてはそういう対物業務に一生懸命というよりは、どっちかというとその対人業務ですよね。患者さんに寄り添って患者さんのお話を聞いたり、患者さんに薬をお渡しして薬の注意事項とかちゃんと薬飲めてますかとかっていうお話をするのが本来あるべき薬剤師の姿、だなっていうふうに私は思ってますし、厚生労働省の方もね、そういうふうに対物業務から対人業務に切り替えていきましょうみたいな話は、されているところです。で、その、対人業務なんですけども、やはりその薬剤師が患者さんとコミュニケーションを取るっていうのは非常に重要なんで、ここですね、就実大学の薬学部でも1年生の授業からコミュニケーションを鍛える授業というんですかね、グループディスカッションをやったり、みんなの前でプレゼンテーションをやったり、そういう授業っていうのは非常にたくさん入れてますので、そういう中で薬剤師としてのその対人業務のスキルを、鍛えていくってことは薬学部の中でやっているところであります。さて、それでちょっと今対物業務と対人業務の話したんですけども、ちょっと一回頭を対物、物に関わる業務に、変えてみましょうか。で、物に関わる業務っていうのはさっき話したようにお薬を詰めるとか粉を測るとか液体を測るっていうのが皆さんのイメージだと思いますけども、その中でも非常に大事な仕事として、処方箋通りに調剤ができているかどうかをチェックするっていうそういう仕事があります。これは調剤監査という仕事なんですけども、錠剤をその処方箋通りになっているかどうかをチェックする、粉薬をチェックする、いろんなチェックをして間違ってないなっていうので患者さんに出します。そのチェックする監査っていう仕事は非常に薬剤師の対物業務の中でも重要な仕事です。で、それで例えばですね、錠剤のシートになっているシートに錠剤が入っているものだったら、これは監査するのは簡単です。薬剤師がそのシートに書いてる、名前を見て、で処方箋と付き合わせていけばこれが間違ってないということは、簡単に分かります。あと一方化といって朝昼晩1回飲む分を袋に入れたりするんですけども、その
袋の中に入れたものが錠剤であれば、錠剤を一包化したようなものであれば、これもあの錠剤の色とか形とかいうものが薬剤師は熟練してくれば、そういうのはもうあの頭の中に入ってますので、あの一包化したものを錠剤でした、ね、それを、観察するのは簡単です。なのですが、これが粉薬になると急にその観察は難しくなります。なぜかと言いますと、粉薬っていうのは皆さんご存知の通り、ほとんどが白い粉です。でこれは見分けがほとんどつきません。でしかもそれを何種類か混ぜているようなこともありますし、なかなかその粉薬の観察っていうのは難しいんですね。でその粉薬の観察は非常に難しいんですけども、ただ粉薬をあの投与される患者さんっていうのは、小児の患者さんであったり、あるいは高齢者の患者さんであったりして、そのちょっとした薬の間違いっていうのが重大な医療事故に、関わることが非常に多くあります。なので粉薬の間違いは許されないところなんですけども、それをどれもこれも白い粉なんで目で見分けるというのは非常に難しい。で、そういう監査をしっかりしないといけないんですけども、ちょっとこれから動画を、一つお見せしますけども、粉薬を実際に調剤している、現場というのを薬剤師の方にやってもらいます。でその中でどういう間違いが発生するかっていうのを一つ動画で確認してもらいましょう。
はい、2つの事例を見てもらいましたけども、こういうミスが起こることって想定できるんですよね。で、そういうミスが起こることが想定できるために、薬剤師、粉薬を監査するときっていうのは非常に神経を使います。で、我々がその以前に病院で勤務している薬剤師にを相手にアンケートを取ったことがありまして、その時に粉薬3薬の監査に不安を覚えますかっていうアンケートを取ったことがあるんですね。で、それの結果なんですけども、やはりその7割以上の薬剤師さんが3薬の監査に関しては不安を覚える、不安を感じたことがあるっていうふうに、答えています。そういうふうに3薬の監査っていうのは間違いが想定されますけども、最後で見分けるところが非常に難しいというところがある性質の、仕事になります。これも大きな大物業務の中でもその薬剤師のねにプレッシャーをかけている大きな一つの要因となっています。で、このような監査の、三薬の監査ですね、これが自動で機械でできたら非常にいいと思いませんか。これが非常に機械でできたら今の粉薬の白いものが見分けることができないっていうのを見分けることができれば、そうすると薬剤師の対物業務に関する仕事っていうのは非常に軽減されて、その分の時間をその対人業務に向けてコミュニケーションを患者さんと取っていくことができるっていう方に動きますよね。で、私たちの研究室では光の分析って分光分析というんですけども、光の分析技術を使ってその三薬粉薬を見分ける、しかも袋から開けずにですね、袋の外から見分けるという技術を研究しています。で、その研究の成果として一つここに出してますけども、粉薬を見分ける装置というのを開発しています。粉を見るので粉を見るというものにしてるんですけども、そういうものを作ってます。で、これを実際に用いて、先ほどの2つの事例、分かんなくなっちゃった2つの事例を確認してみましょう。このように粉ミルを使って粉薬を見分けるという例を見ていただきました。こういうふうなその粉ミルみたいなその粉を見分けられる装置によって、その薬剤師のね対物業務、監査に関するところですけども、対物業務が大きく軽減されて、薬剤師さんが、対人業務に集中できる環境っていうのですかね、そういうことを、我々としては期待しています。さて、
ここからはですね、どういう原理でじゃあこのコナミルがその粉薬を見分けてるか、そういうところについてちょっと難しくなりますけども、原理についての説明をしていこうかと思います。はい、まず光というものの性質の分類から、お話しします。ご存知の方も多いと思いますが、光というのは波としての性質を持っています。で、この山と山の間のものを波長と言いますね。で、この波長の大きさによって光というものは様々な名前で呼ばれています。例えば波長が短い方から X 線だとか紫外線、可視光線というふうに呼ばれています。この中で我々が目で見えているものですね、そういう光は波長が400ナノメートルから800ナノメートルくらいの可視光線と呼ばれるものです。コナミルではこの可視光線よりも少し波長の長いところですね、近赤外線というもの、目に見えない光ですね、こういうものを分析に用いています。この近赤外線の光なんですけども、この領域の光っていうのは化合物中の化学結合の振動によって光が吸収されるという性質があります。はい、さて今回薬剤師が正しく調剤した薬剤は無効ダインという名前でしたよね。そして間違って調剤したものはムコサールでしたね。で、ムコダインの有効成分は L カルボシステインという化合物で、こういう構造をしています。一方でムコサールの有効成分はアンブロキソール塩酸塩というもので、このような化学構造をしています。薬剤名似てますけども、有効成分の化学構造は全然違いますよね。で、構造が違えば化学結合の仕方も違うわけで、そうすると結合の振動の仕方ですね、結合の振動の仕方も違ってきます。で、化学構造が異なれば分子中の化学結合の状況が異なって、で、そうしますと結合の振動によって吸収が起こる近赤外線の吸収パターンというのは、結合の状況が違うとそのパターンも違ってくるということになります。実際にムコダインとムコサールの近赤外線の吸収パターンを図に示しています。横軸が波長になります。で、この2つの薬剤ではパターンが大きく異なっていますよね。見た目は同じ白い粉の薬でありましたけども、近赤外線の吸収パターンというのはこれぐらい違うものなんですね。つまり白い粉同士であっても近赤外線の吸収パターンを調べることによって薬剤の識別が可能となるということです。で、コナミルでの粉の識別ですが、先ほどの原理を用いています。近赤外線は透明のフィルムを透過しますので、フィルムの外側から光を当てて、で、反射してくる光を検出します。で、それで近赤外線の吸収パターンというものを取るんですね。で、処方箋の情報からデータベースに登録している該当する薬剤の吸収パターンを呼び出してきて、で、測定したデータとデータベースから呼び出してきた吸収パターンを照合させます。で、その照合した結果、このパターンとこのパターンがどれくらい似てるかっていうのを数字として表しています。で、これはですね、コナミルで正しい薬剤を分析した時の結果の画面になります。ムコダインという処方箋ですね、処方情報に対してムコダインの吸収パターンを呼び出してきてます。ここでいう赤い点々で書いてる吸収パターンがムコダインの吸収パターンをデータベースから呼び出してきたものになります。で、これと実際に測定したものっていうのはこの青いラインですけども、こちらが実際に測定した吸収パターンです。で、これと2つ重ね合わせてみますと、ほとんど同じパターンになっていると思います。これがどれくらい似てるかっていうのを数値化して、ここに適合度という形で示しています。で、コナミルではこの適合度が 0.99 以上であれば適合しているというふうに判断して、成分監査が OK という緑のシグナルがつくようになっています。次はですね、コナミルで間違った薬剤を分析した時の画面です。処方情報は無効ダインでしたね。で、これの、吸収パターンというのは赤の点線で、実際にはムコサールというのを間違って作ってムコサールを測ると、この青のラインのように全然違うパターンが出てきます。
で、適合度、これと赤のラインと青のラインの適合度を計算しますと0.60ということで、先ほどの値よりもずっと、落ちてしまいます。この場合だったら0.99より少ないので、成分監査としては NG ということで、赤のライン、赤のシグナルがつくということになります。で、こういう原理によって粉ミルでは、粉薬を見分けています。化学構造の違いによって、近赤外線ですね、の吸収パターンが異なり、そのパターンをもとに、識別していると、そういうことになります。このような原理でね、粉ミルの機械が粉薬を見分けて、いるというのを理解できましたかね。そういうところです。この、粉ミルですね、こういうものによってその我々としてはね、薬剤師が対物業務から解放されて、対人業務に集中できる環境っていうのを作っていきたいなっていうふうに思っています。で、全国に調剤薬局って約6万件あるんです。コンビニより多いんですよね。で、その調剤薬局に薬剤師さん勤めてますけども、その調剤薬局の薬剤師さんが対人業務に集中できて、処方箋を持ってくる患者さんだけじゃなくてね、健康な方、処方箋を持ってこない健康な方にも健康のアドバイスであったり、サプリメントの取り方、適切な運動習慣とか、そういうような、アドバイスができるようになったら、なかなかこれはいい社会になると思いませんかね。ちょっと言葉を変えて言えば、全国にある約6万件の調剤薬局が町の健康相談所みたいなところになる、そういう社会を、こういう分光分析を用いた装置によって実現できたらいいなというふうに我々としては考えています。で、このような考え方っていうか、このような装置をね、社会実装するために、私たちの研究室の技術を応用して、その2019年、もう今から2年前になりますけども、2019年の7月に、株式会社ウィズレイというベンチャー企業を、私が中心となって立ち上げました。で、この株式会社ウィズレイの方なんですけども、ここに今ちょっとホームページの画面出してますけども、この会社の方のホームページで会社のビジョンだとか、今のコナミルの紹介、あといろんなものをこれで分析してる、分析事例なんかも載せてますので、こちらのホームページもぜひご興味があったら、ご覧ください。あと、YouTube の、公式チャンネルみたいなのも、作って、ここでもその分析動画見せてますので、そういうところから見ていただいてもいいかなっていうふうに、思っています。いかがでしたかね。今日の動画はですね、薬剤師の業務っていうところと、あとそれを大きく変える可能性のある装置の開発、その原理についてお話ししました。こういう動画をきっかけにしてね、みんな今こうやって動画を見てくれてる皆さんが、薬剤師の仕事だとか、薬剤師の将来だとか、そういうものに思いを馳せていただいて、薬剤師になりたいなって思ってるような、高校生の皆さんいらっしゃいましたら、その将来の自分の薬剤師像というんですかね、私はこういう薬剤師になりたいっていう時に、今日ここで私が紹介した動画などが何かのきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。で、こういうことで今回の、私のその実験動画終わりますけども、また皆さんがね、ここの就実大学の薬学部に、来ていただいて、皆さんとキャンパスでお会いできる日を、楽しみにしてます。じゃあこれで終わります。